えー、今回はですね、半導体についてちょっとね、皆さんと一緒に勉強していきたいと思います。えー、現在、Google で半導体とはと検索すると、このような検索結果になります。非常に今はね、調べ物がやりやすくなってますよね。信頼性もありますしね。で、半導体とはという一番上のタイトルはありますけども、ここにね、簡単にまとめられています。半導体とは、一定の電気的性質を備えた物質ですと。 物質には電気を通す導体と電気を通さない絶縁体っていうのがあるのよく知られてますけどもこの中間の性質通したり通さなかったりっていうのをね調節してくれる機械これが半導体と言われるものかなと思います、えー、例えばねこんな形で作られてますよね LSI チップみたいなのを私は想像するんですけどねはい半導体ということでございますはい で、半導体って簡単に言うと何って書いてますから、こちらの方をね、クリックしてみると展開されます。半導体とは、電気をよく通す金属などの導体と、電気をほとんど通さないゴムなどの絶縁体との中間の性質を持つシリコンなどの物質や材質のことです。ただし、このような半導体を材料に用いたトランジスターや集積回路も、慣例的に半導体と呼ばれるそうです。はい。なるほどね。まあ、シリコンのこともね、 半導体って言うんですかねで半導体っっててななななぜ足りないのかなってことなんですよ半導体が足りないから最近ではねそのランドクルーザーも作れない納期が4年待ちだみたいなことをねトヨタ自動車からも聞きましたけども本当にそうなんでしょうかね半導体なぜ足りないんでしょうかはい展開してみます半導体不足は米中貿易摩擦に端を発し新型コロナウイルスの感染拡大による需要の急激な増加などいくつもの要因が重なって発生したものです また新型コロナウイルスの感染拡大による需要の落ち込みからコロナ禍による新たなニーズ発生により想定外の速さで需要が回復したことも大きな要因ということなんで一時的に半導体は足りないけどもこれは1年とか2年まあ遅くても3年ぐらいすると半導体不足というのは解消するんではなかろうかということが考えられますねそうなると半導体を急速に回復させるための今力が働いているところですから半導体不足がねまたね 世の中に起きそうになった時にまあその半導体不足を補うような装置がまた動くということで半導体不足が今回ね問題になってますけども長い人類の歴史からすると今回の半導体不足が起きたことによって今後半導体不足の第2期第3期っていうのが起きにくくなるんではないかっていうことが考えられますはいなるほどね半導体なぜ必要なんでしょうかちょっとこれ見てみましょうかボンはい 電流を流しやすいというだけなら金属の方が半導体よりはるかに優れています条件によって電流を流したり電流を流さなかったりすることができるのが半導体の面白いところです金属は電流を流さないことができませんが半導体はこの性質によって潮流したり制御したりできるということなんですよねまあつまりはね 電気を流したり流さなかったりってことを自動的に判別してくれるから私たちは車が運転できたりとかねいろんな装置が働いたりってことができる。要するに私たちが自分で考えないといけないことを半導体が代わりにやってくれるってことなんでしょうね。はいえー、ということなんでね半導体すごく大事なことなんですけども最後に半導体不足がいつまで続くのかってことをちょっと見てみましょう。はい。世界的な半導体不足は半導体製造の複雑さや自動車設計に必要なチップの 高度化などの要因により短期的に解消されるものでありません。2021年5月11日にガートナージャパンが発表した予測によれば2022年第二四半期に解消する見込みとなっておりますので、今年ね、十分見ていけば、まあまあ、 解消されていくんではなかろうかというふうな見込みですよね。まあ遅くとも2023年中には解消されると思いますので、そこから半導体不足によって滞留していた在庫が一気に吐けていって、そうなると経済的なあ発展というのがね、そこからね、ボカーンとブレイクするんではないかというふうに思っております。投資をつかさどっている私としてもね、2022年は苦しいけども仕込み時期だと思いますので、いろんなものを仕込んでいこうと思います。そしてですね、 暗号通貨みたいなものもありますんで、そういったところにも最終的には資金が流れていって、ビットコインが1000万円みたいなことね、また起きればいいなと思ってますけどね、皆さんはどのようにお感じでしょうか。では本日は半導体について勉強してみました。